横浜市営バス緑営業所横浜市営バス緑営業所は横浜市緑区白山一丁目10の位置に所在する横浜市交通局自動車部の路線バス営業所である最寄り駅は鴨井駅最寄りバス停留所は緑車小前である横浜市営バス路線の内緑区神奈川区鈴木区南部を運行する路線を担当している 乗り合いバスすべての運行を横浜交通開発に委託している。中山駅前発着各系統の出入庫路線である。2007年に東湖系統以外の全運行が神奈川中央交通に移譲された。路線移譲後の路線については、神奈川中央交通中山営業所、横浜駅西口から、鴨井町中山駅方面の庫を参照のこと。1系統は、 市営バス開業当初の三沢線を発祥とし、その後長らく横浜駅と中山駅を結ぶ系統として運行されていたが、路線以上前の末期は出入戸路線である中山駅前引く緑車小前間の便は本数として多くなっていた。早朝に三沢西町発がまた1日に数本緑車小前発着の便があった。過去には神奈川中央交通横51系統と、 同ルーとの幸福寺経由便も存在した。JR 横浜線、鴨井駅とその周辺の西姿団地、白山高校間の輸送を担う系統である。西姿団地、鴨井駅緑車庫間は36系統と並行しており、この区間は両系統を合わせて、毎時後から7本程度の運行便数となっている。鴨井駅白山高校間は119系統も運行しており、 この区間は両系統を合わせて、毎時4本程度の運行便数とされている。中山駅を発着する便も運行されているが、中山駅西姿団地の全区間を通して運行する便はない。白山高校停留所では、校門前と高校から約100メートル離れた折り返し所の2カ所で、校舎扱いをしており、乗車は折り返し所での未却扱いをしていたが、校門前のバス停名称が、 白山高校正門前に変更され、重複は解消された。ただし、バス停名称変更後も、客扱いの仕様は変わっていない。かつては、緑車後、前引く西姿団地、片倉町駅前三沢総合グランド入り口、横浜駅西口の路線であったが、横浜口が81系統として分離された後に81系統は廃止された。36系統は、 神奈川区内の鉄道空白地帯と周辺駅を結ぶ基幹系統である。終日横浜駅西口から緑車庫間の全線直通便が中心の運行であり、朝夕ラッシュ時間帯を主に線内区間便が運行され、需要を補完している。緑車湖前引く、鴨井駅前西姿団地間は12系統と並行しており、西姿団地系由便の割合は午前と午後で異なる。 旅客流動に応じて時間帯により異なる。前述の通り82系統は36系統より独立分離した小系統であり、横浜側で同一経路を運行している。浅間町営業所との共感系統である。平日朝には休行便である326系統が横浜方面行きのみ運行される。深夜バスの書類上の系統番号は377系統とされている。 雨天時の朝にはさらに緑車庫前から片倉町駅間の臨時増発便が運行されており、この雨の非臨時便は旅客案内上は36系統であり、区間便 U と同一区間の運行でありながら、書類上では338系統という別番号が付与されている。詳細については横浜市営バスの非臨時便の項を参照されたい。以前は緑子前、 姿町方面から姿町入り口にて129、系統の新横浜方面に乗り継ぐ際に2回目の、運賃が無料となる、乗り継ぎ運賃度が利用可能だった。詳細は、横浜市 A バス乗り継ぎ運賃制度の節を参照の、こと。横浜上朝を道路を運行して、横浜市中心部と、岸根地区、東本郷地区を結ぶ系統である。現在は、 横浜駅西口から、緑車子前間の運行が中心であり、中山駅前発着便は少ない。横浜駅西口から東へ向かう路線の内あたり、系統の横浜駅西口行きのみ、鶴屋町三丁目停留所を経由するが、2013年3月30日より31.35、36.38、59.82、326系統の横浜駅、西口行きも、 鶴谷町三丁目と目署を経由する。六角橋、鴨井駅前間の所要時間は36系統より短い。他に、東神奈川駅西口発便や小机駅前発着便も少数存在する。一時期は、鴨井駅前、小机駅前間の境外道路をスムーズに運行する他に、中型車両のみが充当されていたが、路線再編により、 当系統に利用が集中することとなった2007年頃から、再び一般大型車両が使用されている。平日のみ並行する横浜線の終電後に、長深夜バスと称される中距離深夜バスが運行されており、これの書類上の系統番号は373、系統とされている。現在は中山駅前までの運行であるが、 2013年3月15日までは23系統の経路で10日、市場駅前まで乗り入れていた。JR 横浜線、鴨井駅と竹山団地を結ぶ短距離の団地輸送路線である。神奈中バス、中山営業所との共同運行であり両社局、共通定期券の設定、取扱いがある。また、竹山団地中央停留所のの売店にて、 両社局共通の5000円の専用回数券が販売されており、210円券が27枚、110円券が1枚、10円券が7枚の5850円分となっている。353系統は、市営バスのみ運行する56系統の深夜バスで、一般路線が運行しない、笹山団地、竹山団地間を経由する。JR 横浜線中山駅南口、 横浜市営地下鉄、センター南駅の間を、河和町、港北ニュータウンの西側地域を回って運行する路線である。運行便数は開設当初より、おおむね1時間に1本程度であり、不採算路線であるため現在は、横浜市道路局の横浜市生活交通バス、路線維持制度による補助金を受けて運行されている。当初は、田園都市線の開業前に、 中山駅から川和高校へのアクセス路線として開設され、その後広北ニュータウン開発と周辺交通の整備により、中山駅発着のニュータウン内双方向、循環路線になるなど変遷を経て、現在の運行形態に落ち着いている。かつての続きフれあいのおかけ郵便は現在80、系統として運行されている。また、2007年まで、 広北 NT 営業所への入出庫と通学対策を兼ねて中山駅北から川和高校前区間便が残されていたが最高期は平日土曜朝の数本のみの運行であった。80系統と同じく2008年2月9日に若葉大営業所に移管されたが2014年11月1日より再び緑営業所が担当する路線となった。 73系統のスケード、イガ、谷回りの経路が独立した系統である。市営地下鉄、グリーンラインから離れた中原街道沿いの市街化調整区域を運行しており、不採算路線であるため現在は横浜市道路局の横市生活交通バス路線維持制度による補助金を受けて運行が維持されている。おおむね1時間に1本の運行で大部分の便は、 中山大橋を経由するが、平日朝の中山駅業の始発のみは、東京経由とされている。なお、センター南駅方面から三陰橋にて301、系統に乗り継ぐ際に2回目の運賃が無料となる、乗り継ぎ運賃制度が利用可能である。詳細は、横浜市営バス乗り継ぎ運賃制度の節を参照のこと。十三系統と同じく、二千八年二月九日に、 若葉台営業所に関されたが、2014年11月1日より、再び緑営業所が担当する路線となった。浅間町営業所との共感系統である。詳しくは、横浜市営バス、浅間町営業所、82系統の項を参照。鴨井駅と千丸大団地や周辺高校を結ぶ、循環路線である。循環便、三小学校前、発着便ともに、 神ン中バス、中山営業所との共同運行であり、両社局、共通定期券の設定、取扱いがある。鴨井駅峰小学校運行便は、保土ヶ谷区役所へのアクセスのために運行されており、平日、土曜の日中のみの運行である。354系統は、平日に限り市営バスが単独運行する119系統の深夜バスであり、一般路線が運行しない。 笹山団地、竹山団地間を経由する。白山二丁目始発の119系統 E は、平日朝の死者一便のみの運行である。これは、白山二丁目停留所新設までは、白山中央が始発であった。124系統は、センター南駅から、川和台地区を経由して大型ショッピングセンターの、ララポート横浜付近、徒歩連絡で、JR 横浜線。 鴨モ駅へアクセス可能な鴨池大橋へ至る路線であり、一部の便はさらに南下し、ほどがやくの笹山団地まで足を伸ばす。日中の運行便のみ、続き触れ合いの丘駅へ乗り入れる。早朝、夜間はセンター南駅、笹山団地の全区間を運行する便はなく、石橋折り返し便が運行される。笹山団地内では92系統と同様に、 循環運行をしており、到着便は笹山団地中央まで、始発便は笹山団地からの運行である。当系統は、元来、江北ニュータウン地域を運行する310、系統センター南駅石橋間と、上、菅田地区から横浜線、鴨井駅へ、徒歩連絡が可能な鴨池大橋へ運行することで、 一系統の補完的役割を持つ路線として設置された124系統石橋、笹山団地間とで別々の運行系統であったが、ララポート横浜へのバス乗り入れ開始に伴い、統合された。このララポート横浜乗り入れ運行は、周辺経路の混雑が激しく、特に週末にはこれにより、著しく運行が遅延していたことから2010年のダイヤ改正にて、 取り止めとされ、ララポート横浜発着便は、緑車交発着へと変更された。124系統の開設当初の収支は、市営バス路線中でも最低クラスの路線であったが、この一連の改変により改善されている。その後も沿線に、企業や住宅が多数存在することもあり、利用数は微増している。現在センター南駅鴨池大橋は、日中二十分間隔。 カモ大橋から緑車庫、笹山団地中央は日中40分間隔で運行されている。2013年3月16日のダイヤ改正では311系統の廃止代替を兼ねて緑車庫発着便の運行時間帯が平日朝の緑車庫方向を除く終日に拡大され、平日のセンター南駅発最終便、石橋駅は23時台に繰り下げられた。 横浜動物園、ズーラシアの開園により1999年に新設された路線で、同園の営業時間帯のみ運行している。また、卓客機は、中山駅北口発着の臨時急行便が運行される。ほぼ全線において、相鉄バス朝日11.1314系統と、経路が重なるが、朝日11.13系統が途中で、中原街道から外れて、 光が丘団地に立ち寄るのに対し、東系統は中山駅方面に直行する。朝に中山駅発のみ運行される相鉄バス朝日14、系統は東系統と同一経路であるが、この路線においての二社局共通定期券の設定、取り扱いはない。土休日ピルマの中山駅前発便は横浜動物園北門まで客扱いを行う。 12.3639系統運行経路の間である東本郷地区内の境外路を入用に経由するコミュニティバス的性格の小型バス路線である。書類上の系統番号は221系統であるが路線開設時の初版の事情により、系統番号は掲示されず旅客案内上はかもい東本郷線と称されている。長屋は東本郷の住宅地を経由せずに、 東本郷ケアプラザまで直接向かう便が日中は東本郷の住宅地内を迂回する便が運行される。緑区内でバス路線の空白地域となっていた森の大地区の住宅街に新規に走行する路線である。短距離ながらも高低差が大きい経路であり、森の大地区から中山駅までの経路においては境外区間をへするため全便が 中型車で運行される。開設より6ヶ月程度の試験運行期間が設けられ、利用状況が検討された結果、運行が継続される運びとなった。本格運行への切り替えに伴い朝夕に運行されていた A 区間便は廃止され、全便が B 運行便に置き換えられた上で、全便が中型車による運行となった。使用された車両は、ほとんどが日のせいである。 交通局の地域貢献策として2009年12月に施行が開始されたコミュニティバス的性格を持つ特殊系統である。240系統と同様に駅との高低差が大きいながら路線の空白地域であった上山地区と J 横浜線中山駅を結ぶ福祉路線であり、運行には中型車が用いられている。開設当初は若葉台営業所の所管により10日。 市場方面から緑区内の長区間を循環運行する運行形態272系統であったが2013年をもって中山駅を起点にラケット型の経路にて上山地区を循環する経路に改められた。羽沢団地周辺地区から片倉町駅六角橋方面と鴨井駅方面への便を測るため浅間町営業所担当で 既存の82系統を延伸する形で2012年2月13日から2013年3月29日まで1年程度の試験運行を行った。BR2013 年3月30日からは触れ合いバスとして運行されることとなり、同時に本営業所へ移管された。BR その後、2014年3月29日ダイヤ改正で経路変更が行われ、3枚待ち。 六角京東神奈川駅西口、横浜駅西口を廃止し、新ルートとして三枚町、片倉町入口三沢、上町駅前東横反町駅前反町東、神奈川駅西口のルートが採用され、現在はそのルートで運行している。途中、三枚町、小川橋で、相鉄バス浜市系統の経路を走行しており、同系統と並走する区間は、 総鉄バスの停留所を共要している。三十六系統が運行する神奈川区の姿道路沿線と新横浜駅前を結ぶ系統である。かつて百二十系統として、ほぼ同区間の運行があったものを地域の要望に応える形で試験的に再新設された。当初は日中数便のみの運行であり、試験運行の目途は一年程度とされていた。新横浜駅前。 菅田町入り口間の運行経路が920系統は港上堺停留所を経由するのに対し295系統は山王森公園前停留所を経由する点で異なっている1年間の試験運行だったが2013年3月30日よりさらに1年程度の延長に変更し本数も1日4往復から運行時間帯を朝夕夜に 拡大の上1日8往復、おおむね2時間に1本で試験運行をすることとなった。2014年6月1日ダイヤ改正により、約2年程度の試験運行を終了し、1日3往復で、朝の時間帯は、菅田町新横浜駅前の運行で、夕方の時間帯は、新横浜駅、菅田町の運行となっている。北ニュータウン南部都市が、駅、 中山駅北口を結ぶ広北ニュータウン内の主要路線の一つである。市が、尾駅石橋間の折り返し便が多く、この区間は深夜バスの運行もある。1991年から2007年3月14日の間は、広北ニュータウン営業所が担当、出入コ路線に様々なバリエーションがあったが、緑営業所所間に戻ったことで、元のシンプルな形に戻っている。 東急電園都市線手が、尾駅と港北ニュータウンの拠点駅である、センター南駅を結ぶ路線である。おおむね30分間隔で運行しており、9時から17時の便は、グリーンライン続き触れ合いの丘駅に乗り入れる。1993年3月17日までは、市が、尾駅あざみの駅間を結ぶ路線で、東急バスと共同運行していたが、翌日に、 センター南駅までに短縮された上で、横浜市営バス単独での運行に変更された。港北ニュータウン営業所所管時代は、市が、お、センター南両駅への出入小便も担当した、主要路線の一つであり、区間便も合わせて、運行便数が多かった。センター南駅、続き触れ合いの丘駅から、ニュータウン開発以前からの集落と、農業生産地域が続く、 折本地区を経由して、市営地下鉄中町台駅までを結ぶ系統である。路線名称は、星が谷線とされている。続き触れ合いの丘駅に、すべての便が立ち寄るが、曜日を問わず、運行便のほとんどが、続き触れ合いの丘駅中町台駅の区間便であり、センター南駅中町台駅の全区間を走行するバスは、非常に少ない。境外区間を経由するため、全便が、 小型車、中型車で運行される。この系統の前身の308系統から引き続き、横浜市道路局から横浜市生活交通バス、路線維持制度による補助金を受け運行されている。昭和大学横浜市北部病院前や続き、スポーツセンター付近、ニュータウン開発以前からの集落と、農業生産地域が続く、折本地区を経由して、市営地下鉄、 センター南駅、中町大駅間を結ぶ系統である。路線名称は、星が谷線とされている。北部病院付近では、下記のようにループする運行経路をとっており、日中運行便のみ途中続き触れ合いの丘駅に立ち寄る。京愛区間を経由するため、全便が小型車、中型車で運行される。続き区が、 江北区から分具市誕生した時に開設された市営バス初の小型バス路線である。行政的要請から設けられた路線であるため、当初から一般会計から支出される行政路線補助金によって運行赤微体の補填を受けながら運行され、路線廃止が予定されていた2007年からは、横浜市道路局から横浜市生活交通バス路線維持制度による 補助金を受け運行が継続されていたが、2017年9月30日をもって廃止となり、現在は同区間を318系統が運行している。318系統は北部病院を経由しなくなった。310系統はスケード、オリホン地区から鈴木区役所へのアクセス対策路線であり、日中のみ1時間間隔で運行されている。開業当初は、 川和大経由だったが、後に、随運島へ経由へと変更され、2007年の路線再編計画で廃止候補となり、2006年8月31日に、神奈川県生活交通確保対策地域協議会へ、退出申し入れが行われたが、横浜市生活交通バス路線維持制度の適用を受けることとなりやりも運行が維持されたが、2017年9月30日を、もって、 廃止となった。在籍車両の大半は、一般路線用の大型短尺車である。その他、73.80240.275318系統などに用いられる、中型車、221系統かもい、東、本号線や277系統などに用いられる、日野自動車製の小型車が属している。横浜市 A バスでは二千四年の入札制度、導入まで、 各営業所ごとに導入車両メーカーの指定があり、緑営業所は三菱不創生車両の配置が慣例となっていた。入札制度の導入からは2011年度まで三菱不創生車両の納入がなかったため、現在では椅子自動車製車両と同社の OEM 供給による日野自動車製車両の割合が多くなっている。CNG 仕の日産ディーゼル製大型短弱車は、 滝頭営業所から転属した車両であったが、2012年に、広北営業所から転属のイスズ自動車製、CNG ノンステップ車に置き換えが行われた。この CNG 車は2017年8月に、イスズ自動車製の新型車両の置き換えにより、廃車され、緑営業所に CNG 車の在籍はなくなった。1994年度下木車までの投営業所。 導入車両は他営業所の車両と異なり、前面の系統番号を巻くと、行き先幕が独立した仕様となっており、特徴的であった。このような方向幕を、かつて採用していたのは、12.2336.41系統など、同じ系統番号で、多数の運行パターンが存在していた系統が多く、あり。 方向膜のコマ数を削減して、整備等の手間を軽減す狙いがあったためで、同じく三菱不創製車両の短弱車を選択して、導入していた若葉台営業所の車両とは容易に区別できた。この仕様の車両も、すでに全車が廃車されており存在していない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。